富山ステーションフロント CIC は富山県富山市の富山駅南口正面にある複合商業施設である。愛称は CIC。戦後闇市があった富山駅南口正面のスダビル跡地に1992年3月19日にオープンした複合商業施設である。地上6階建て、地下1階建てであるが、 富山エクセルホテル東急が入居している建物と一体化しており、エレベーター等を共用している。一時でなんと減少による経営難に陥り、2002年4月15日に運営管理者の富山駅前開発が経営破綻、民事再生法の適用を受けて再生を進めている。富山市もこれを支援する姿勢をとっており、ワンフロアを借り切る形で富山市民交流館を 設置して市民にサービスを提供している。2003年、富山駅の高架化に合わせて、同駅との間を10年後をめどに、空中回廊でつなぐ計画が立てられていたが、後に断念している。また、2010年頃まで、CIC 屋上のスピーカーから、富山駅周辺の商店などを紹介する、公衆街頭放送が流れていた。かつてのスダビルと、 須田藤次郎現在のテナントなどについては、公式サイトの各階フロア紹介を参照。地下道は、富山駅南北連絡地下通路と接続している。主たる入居テナントは、以下の通りである。インフォメーションセンター、J リーグカタール富山のグッズを扱う売店、カタールサポステーションもこの木膝橋にある。主たる入居テナントは次の通りである。主たる入居テナントは、以下の通りである。 主たる入居テナントは以下の通りである。飲食店エリアと富山市立図書館分館たる富山駅南図書館、ぶらり、及び子ども図書館により構成される。主たる入居テナントは以下の通りである。富山県の観光案内所として機能する行き行き館が入居していた。主たる入居テナントは以下の通りである。ありがとうございます。